guys! モンスターション TV! 始まりました、モンスターション TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあれだわ。いいんです、そこでやっていきましょう。今回でございますけども、佐々木とフーズフーの能力についてお話をしていきたいなと思います。ついに出てくるのではないのか、あの恐竜、ティラノサウルス、そしてトリケラトプスでございます。ここでこの二人の共通点っていうのを一気にお話をしていきたいなと思います。ちなみにでございますけども、最近モンスターション TV 実写チャンネルできたの皆さんご存知でしょうかね。今多分みんな頭の上にハテナ浮かんでると思いますけどもね。いやチョンさん、今やってるその動画実写じゃないですかっていうね。そうなんです、考察チャンネルも言うて実写ですからね。んってなるんだけども、もう一個の実写チャンネルってのはもうザ・ YouTuber みたいな、もう先日も動画でしましたけども、レントスコーラとかね、そういったのをやったりとか、いろいろとなんかそっち方面で考察とはまた別でいろんなことをやりたいなっていうふうに思っていたので、まあそういったのをねそのチャンネルでやろうかなっていうふうに思っております。ぜひともまだこれ知らないよって方は今のうちにチャンネル登録してくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。そしてこっちの部屋でね撮影するのも実は約1週間ぶりというね、連日で一応1本上がったり上がらなかったりっていうのがあるんですけども、それはねもう1週間ぐらい前に撮影していたものなんですね。で新しいチャンネルが始まったりなんなりで、まあちょっといろいろと遅れていたということでね、1週間ぶりですよ。1週間ぶりにこっち来るとなんかちょっと懐かしい気持ちもあったりとかね。だからゲーム配信も少し遅れておりますけども、ここからそこら辺をね、まだやっていきたいなと思いますので、まあ変わらずでございます。こっちのチャンネルはがっつりやっていきますし、実写チャンネルもやるし、ゲームの方もがっつりやるしということで、まあもろもろとねモンスタージョン TV いろいろと楽しめるようになるっていうふうに思ってくれたらなと思います。なのでぜひともこちらの実写チャンネルね、皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。なんかイメージ的にはジョンさんのなりたいこう憧れの自分になっていくチャンネルみたいな、そんな感覚で思ってもらえると、あジョンさんこういうことしたいんだみたいなね、そういったのをまたちょっと知れるというか、新たな一面がこう見れるんじゃないかなというふうに思います。ということで改めて今回もやっていきましょう、佐々木とフーズフーの能力。まあまずは佐々木の方からお話ししていきたいなと思いますけども、佐々木の能力、まあ彼の帽子の形状とかね、その角のところを考えていってもやはりこれでしょう、トリケラトプスということでね、ここで来るのではないのかと。でそもそもトリケラトプスっていうのが3本の角っていう意味合いがあるんですね。で3本の大きな角と頭部にある盾のようなフリルを持つ攻撃力のある草食恐竜として知られていると。でこのフリルこそが佐々木の帽子の形とも似ているということで、まあ角もあって、でそのフリルの部分もあるということで、すごい似てるなと。でそもそもトリケラトプスっていうのは全長約9メートルとね、バカでかいわけでございます。そして顎がすごく発達していて、歯の形状も硬い繊維を切り刻むのに適していて、かなり硬い植物なども食べていたとされるわけでございます。恐竜界のツートップということで、ティラノサウルスとトリケラトプスがいたっていう風になるわけ で、トリケラトプスは草食で、ティラノサウルスは肉食というね、そういった違いがあると。でティラノサウルスはトリケラトプスにとっては天敵だったということでね、まあそりゃそうだよね、ティラノサウルスがどれだけエグいのかっていうのはまあわかるわけでございます。でここまで来てね、その恐竜界の有名なティラノサウルスやトリケラトプスがまだ出てきていないっていうね、そろそろ出てきていいんじゃないのっていう、なんならばクイーンとかトリケラなのかなと思ったら、あそっちだったみたいなね、いろいろと長くなっちゃったみたいなね、流れがございましたので、まあそろそろここら辺でしょうっていうふうに思うわけでございます。だからこそのまあ実際この飛び六方っていうところでもね、彼らがツートップな感じするわけじゃないですか。佐々木とフーズフーイコールここで、まあこのティラノとトリケラトプスっていうのがまあやはりね恐竜界の方でもツートップというふうに言われているわけでございますが、ここで出てくるのではないのかっていうふうになります。そしてそもそも佐々木とフーズフーっていうのが元船長組としてね、キングに立てつくような奴らなんですね。でこの二人がピックアップされていたし、まあライバル的な感じもね感じられるんで、そこら辺から考えると、まさにこのティラノサウルスとトリケラトプスっていうのが合ってくるなっていうふうに思います。で実際発見されているトリケラトプスの化石の中には、ティラノサウルスの噛み傷だろうと思われるようなまあ傷跡も存在するということで、そこら辺を考えるとここもやはり合ってくるなと。まあだからこそのこの恐竜界やね、トビロッポのツートップ的なところで考えていくと、佐々木が来て、そしてフーズフーはティラノという風になってくるのではないのか。ただなんでティラノがフーズフーになるのということでね、ここら辺がみんな一番気になっていると思います。でそもそもこのティラノサウルスについてでございますけども、最強の大型肉食恐竜として知られているこのティラノサウルスでございます。でこのティラノサウルスっていうのは肉食恐竜の中でも飛び抜けて高い身体能力の持ち主だった
というね。そして頭部骨格が大きい、太くて長い歯と丈夫で大きな顎を使い、獲物の肉を食いちぎる、そして噛み砕いていたというね、まさに最強と言われる恐竜であると。でこの大きさというのが最大で約13メートルのティラノサウルスが発見されていると。さっきお話ししたね、トリケラトプスが9メートル台というふうに考えていくと、それだけでも相当な差があるわけでございます。さらには優れたティラノの視力ということで、これがまた重要になってくると。これが特にフーズーフーとリンクしてくるところかな。ティラノサウルスっていうのが能力の中でも重要な能力だったのはその視覚でございますね。眼球が入るくぼみも大きく、それこそ眼球はグレープフルーツぐらいの大きさだったということで、めちゃくちゃ大きいわけでございます。グレープフルーツ大きいよそしてそれにつながった視神経もとても太く、目はライオンやトラと同様前方を見据える形についていた。こういったライオンもトラもそうなんですけども、顔の正面に目がついているということは外敵が少ないハンターであったことを指すわけでございます。それこそ草食動物の場合は常に周囲からの攻撃に配慮する必要がありますので、目は左右が離れてついていたっていうね、そういうような説もあるわけでございます。まあイコールなんですけども、ティラノサウルスは人間のように物体を立体的に目視することができる、つまり奥行きを正確に測れる数少ない肉食恐竜であったというわけでございます。この測れる測れないっていうのがまた戦闘面においてもすごく重要なわけでございます。で今言ったみたいに、これが狩りにね思い切り反映されるということで、まあ、敵との距離を正確に測って、で高い身体能力も合わさっていたということで、まあ、この捕食の成功率っていうのは非常に高まっていたというふうにされているわけでございます。こういうふうにもろもろとまとめていきましたけども、まあ要するにティラノサウルスっていうのは他の恐竜と比べて目がすごく特徴的だったというね、その大きさはもちろん、身体能力ももちろんなんだけども、さらにそれを思いっきり活かすのが目でございます。この目によって敵との距離を正確に測り、間合いを詰めていくっていうね、そういう風に考えていくと、まあ自然とこのティラノサウルスめちゃくちゃ重要になってくるのが目になってくるんですけども、フーズーフーもピックアップされているのが目なのかなっていう風に思うんですね。それこそフーズーフー自身もね、タトゥー的な感じで、目が入っていたりとかで、フーズーフーの仲間も同じように目が描かれた紙を顔に貼ったりしているということで、まあこの目がピックアップされているわけでございますよね。一体これが何なのか、なぜ目がついているのかというね、まあ何かしらいろいろ広がっていくと思いますけども、目を重要とする恐竜というふうに考えていくのであれば、ティラノサウルスっていうふうにつながっていくのではないのかっていうふうに思います。あとはね、前々から僕アニメでね、ワンピースまた見出して空島付近からずっと見ていて、で頂上戦争終わって、今も新世界やっと入りました。新世界入って魚人島ナウなんですけども、みんなクマに飛ばされてから、チョパーヤンが鳥の王国に飛ばされたんですね。その時にいた民族の方々、フーズーフーみたいな目の入れ墨入ってるんですよ。何まあよく見てみると若干形状違うんですよ。だけどもそれってのはまあその眉毛の位置が違うみたいなね。でもやっぱね、その描いていく上でちょっとしたあの差ってのは出てくるわけじゃないですか。わかりやすいように言えば、そのマルコも初登場時と今で言うと、そのデザインって結構変わってるんですよ。まあ修正されているということで、この目に関してもまあね、どれぐらい前の話なので、鳥の王国って相当前じゃないですか。だからそこら辺から考えていくと、まあ微調整入って今に至るのではないのか、イコールフーズフーとかが鳥の王国出身であるっていう風になってくると結構やばいよね。で唇とかもフーズフーって特徴的じゃないですか。それがその民族の方々と似てるんだよね。そういったところからしても、そこが回収されるのかなっていう風に思ったりとかで、前々から僕はこのチョッパーっていうのが百獣海賊団との戦いにおいて、まあ、ピックアップされるってことをまあ僕は言ってるんですよ。多分来るんじゃないのかみたいなね。でそうなった時に、まあ、このチョッパーヤンの関係が改めてここでクローズアップされていくわけでございますよね。で実際スマイルを量産していたことが、まあ、今ではできないわけじゃないですか。できないとなってくると、今度はその一個一個のスマイルの能力者を強化していくということで、ランブルボールが重要視されるんじゃないかというふうに僕は考えるんですよ。まあすでにチョパーヤンはあのウイルス対策ということで、まあクイーンの撒いていたウイルスの対応策っていうのを練っていったりとか、あとはこのスマイルの副作用っていうのも治すのではないのかっていうふうにね考えられるわけで、そこからのさらにこのフーズーフーとのつながりっていうのを考えていくと、
フーズフーに関してはこのチョッパーアイアンとの流れで味方陣営に来てくれるとかっていう可能性もありますし、佐々木サイドに関してはまあ彼はねその思いっきりサイドさんを尊敬してそうな感じもしますけども、ただ和の国の歴史っていうのがね京志郎親分から出てきたんで、そこからの派生でまあもっともっと今起きていることの重大さっていうのを知っていけ味方陣営へっていうね、だからライバルとされているこのフーズフーと佐々木が一緒に戦うなんてこともあるのかもしれないですし、逆にどちらかが味方陣営になってここでバトルが起きるみたいなね、そういった可能性も十分にあるのかなっていうふうに思います。ということで今回はこういったような形でまとめていきました。フーズフーとそして佐々木の能力が一体何なのか、ティラノサウルスとそしてトリケラトプスなのではないのか、まあ飛び六方なんでねそろそろ来ていいのかなっていうふうに僕は思いますが、皆さんはいかがでしょうか。ということで今回こんな感じで締めていきたいなと思います。皆さんの思うところぜひともコメント欄に書いてくれたらなと思います。そしてもう一つのチャンネルが誕生したということで、実写チャンネルこれも実写だけどもそっちの実写チャンネルもぜひともチェックしてください。すでにねもう4本ぐらい上がってるかな。で今日の今日新たにメントスモンスターそういったような動画を上げようかなと思っております。ぜひとも皆さんそちらもチェックしてください。そしてチャンネル登録もお願いします。そしてぜひともツイッターとかでねジョンさんがなんか新しいの始めたよっていう感じで拡散してくれたらすごく嬉しいです。ぜひとも皆さんよろしくお願いいたします。ということで最後になりますがじゃんけんタイムいきましょう。最初はグーリンガザーラシップでグーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time!